この動画は東方プロジェクトの二次創作です。原作とは異なる設定や独自の解釈が含まれます。デフォルメされてはいますが、やや暴力的なシーンやホラーなシーン、アダルティーなシーンが含まれることがありますので、苦手な方はご注意を。医療、動物学、生物学に関する専門的な内容はストーリーに合わせて脚色しており、必ずしも事実とは一致しません。以上をご理解の上、ゆっくりしていってね。ああ、任せといてくれよ。バッチリ収めてご覧に入れよう。去年は2人分だったが、今年は8人分。いや、うまくいけば10人分。3段飾りくらいの、それはそれは塔と可愛いひな人形が揃うはずだ。楽しみにしておくといい。それじゃあまた。衣装も揃えた。ゆっくらんひな祭りの招待も出した。ふふふ、明日が楽しみだよ。おやハムユキ、君も明日のひな祭りにぜひ参加するといい。お友達がたくさん来るからね。きっと楽しくなるだろうよ。ゆっくらんでひな祭りをやるからゆっくりたちを連れてきてほしい。ニトリからそんな知らせが来たのは数日前のこと。想像するに今年もゆっくりビナを見たいと影山ひなあたりが言っているのだろう。みんなも見たいよな、ゆっくりビナ。ん？誰に話しかけてるんだっけ？まあ、いっか。この日のためにスマホの SD カードも新しくしたからな。ゆっくりビナをバッチリ収めさせてもらうんだぜ。ゆっくりたちとひな祭りか。元来幼い女の子の健やかな成長を願う祭りとされているが、私のようなものがお邪魔してよいのだろうか。いやまあ、それ以前に私の役目は、もみじと心を連れ出すこと。二人とも、してくれるだろうか。私たちになら心を開き始めてくれているし、他のゆっくりたちも来るわけだし。うん、きっと来てくれるだろう。お？やあ、二人とも元気かい？どうしたんだいもみじ。なんでもない。いたって元気？そうか、それならよかった。え？もみじがずっと会いたがってたって？あ、あはは。ああ、今日君たちに会いに来たのは、ひな祭りに誘うためだよ。川代さんに声をかけられてね。あれ？会ったことないか。飼い主さんたちのお友達でね、君たちゆっくりのためにいろんな道具を作ったりしてくれてるんだ。その方がみんなでひな祭りをしようと誘ってくれて、それで君たちを誘いに来たわけさ。どうだろう、来てくれるかい？小石たちも来るそうだよ。そうか、よかった。では今から私がお連れしましょう。お嬢様方、どうぞこちらへ。あらよ、ウムさん。あ、こんにちは。楽しみですね、ひな祭り。去年は悟りビナと小石ビナのおかげでだいぶ残機を持っていかれましたっけね。私もユユミョンビナに冥界送りにされかけましたよ。あれ、もともと冥界にいらっしゃいますよね。そうでした。楽しみですね、レミフラビナが見られると思うと今から鼻血が出そうです。まだ早い、まだ早い。まだ起きてすらいませんから。あ、呼びに来るまでもなかったか。え、あ、霊夢さん。マリサの言う通りね、チルノと暮らすようになってからのあんたは、連れ出さずとも出てくるようになった。別に、出たくて出ているわけでは。言うと思ったわ。まあ、チルノによく感謝することね。おかげでマリサともたくさんイチャイチャできてるわけだし。マリサとはそんなんじゃないですから、変なこと言わないでください。ようこそゆっくらね。レミフラ姉妹はまだ起きないか。ちょっと集合が早すぎたかね。まあしばらく遊んでてもらって、二人が起きたらまずはご飯にしよう。ヨウムくん、チラシ寿司のご用意は？バッチリですとも。ご協力感謝するよ、ヨウムくん。チルノは相変わらずおてんばな様子で。ほんと、おてんばすぎて困るっての。そんなに困ってるようには聞こえないけど、ここはあえて心の中に留めておくか。いや、全然とどまってないじゃない。あらあら、ハムスターはすっかりもみくちゃにされてる。モテモテですね、ハムスターちゃん。そりゃまあ最高に可愛いからね、うちのハムユキは。モテるに決まってるだろうよ。あんたも親バカね。まあこんな子たちと一緒にいたら親バカにもなりますよ、へへへへ。ヨウムあんたまで。
今年もよく似合ってるんだぜ。これがあと8人。楽しみすぎるんだぜおい。いやー3人とも可愛く仕上がったわね。うふふ。小笠は相変わらず可愛いし、心の透明感ももみじの凛とした佇まいもぴったりだわ。はあ、いいですね、ゆゆみょん。去年に続き今年も最高です。ミニミョンも想像以上にかっこよく仕上がりました。やはり和楽器がよく似合いますね。チルノもよく似合ってるじゃないですかね、アリスさん。まあ、いいんじゃないかしら。相変わらずの塩対応ですね。ああ、待ってください、フランちゃん。お願いですから来てくださいよ、絶対に会いますから。フランは恥ずかしがっているみたいですね。アリスさんと同じツンデレさんですからね。別に私はそんなんじゃ。そういうとこなんだよな。いやーこれは想像以上の出来栄えだ。この可愛さにはハムユキくんもタジタジだよ。ゆっくりたちもおめかしして嬉しそうだ。はじめは逃げ回っていたフランもまんざらでもなさそうですし。これは相棒へのいい土産になるぞ。一緒にレバニラをやらないと気が枯渇しちまうかもしれない。あはは。さて飼い主諸君、ゆっくりたちの可愛い姿はバッチリカメラに収めたかな。皆さんすでに残機がないようです。あらら。皆さん、改めまして、ありがとうございます。この子たちが楽しめるように、いろいろとお世話をしていただいて。いや、まあ、半分くらいは私らの自己満足みたいなもんですけどね。ゆっくりたちより私たちの方がはしゃいじゃったかななんて。飼い主さんたちが楽しそうにしているのは、ゆっくりたちにとっても嬉しいことだと思いますよ、きっと。ねえ、もみじ。そっか、そんならよかったんだぜ。私らが楽しむために嫌がることをしちゃってたら、どっかの虐待やろうと何も変わらないからな。一緒に楽しんでもらえて嬉しいぜ。さて、夜行性組はこのまま遊び明かしてもらえばいいとして、他のみんなはどうする？一応泊まってもらえるだけの用意はあるよ。そうだな、悟りと小石はもう起きそうにないし、お言葉に甘えて泊まらせてもらうんだぜ。私もそうしようかな。私はここらでおいとまします。どっかの大食いゴーストガールが明朝腹をすかせて何をしでかすかわからないので。それって、今夜は今夜で大丈夫なんです？今夜はゆかり様のところにいるので問題ないと思いますが、明朝のことは特に決めてないんで一応、ね。でもかかる主人がいると大変ね。まったくですよ。で、アリスはどうすんだ？私は、マリサと一緒がいい。あ、よく聞こえなかったが。さっさと泊まっていきまし。私は一度帰宅して、朝一でもみじと心を迎えに来ます。私のような男がいたら皆さん落ち着かないでしょうから。そんなことないですぜ。せっかくだから一晩ハーレムを楽しんでいってくださいよ。会えた？あんまり困らせるんじゃないの。ジョークだってばよ。あははは。